じゃ、では。何をお求めかな？またどうぞ。いらっしゃいませ。また来てくださいね。いらっしゃいませ。ありがとうございました。道が開けたわ。
店街、こんなところに何の用事があるってのさ。ま、武器の調整ができる金物屋なんかもあるからな。金物屋で武器って。
よく来たの。それじゃあまたの。お手柔らかにね。カードを引くよ。そちらの先行ね。クリア。仕切り直しよ。それじゃあ、私から行くね。痛いわね。
夕方だからでしょうか、意外と人が少ない感じですね。ちょうど入れ替わりの時間かしら。けど好都合だわ。ちょうど入れ替わりの時、
交代するぜ。端末がたくさんありますね。これが全部サーバー端末か。このどれかに神様アプリが入ってんだな。ええ、ここまで来れば。見つけたわ、このゲートの向こうに。葵さんの精神も。よし、早速。だったら僕はここまでだな。ゆうきくん、さっきから妙に静かだったが、いいのか。まあ、引きこもりの不登校児なんてさすがに足手まといだろうしね。そんな真似をするほど僕は無鉄砲でも無謀でもない。身の程をわきまえるのも能力のうちってね。だそうよ。そこでなんで俺を見んだよ。ちょっと耳が痛いですけど。僕は
自分一人だけで生きていけると小さい頃から天才なんてもてはやされて、それこそ自分のことを神様だと本気で思ってたくらいの勇気くん。でも結局今回僕は何もすることができなかった。僕のせいで姉さんが危険な目に遭って、それを見ていることしかできなくて、ハプニングにみっともなくうろたえて、ずっとあんたたちに頼りきりでバカにしてサボってた学園にはあんなすごい本物の天才がいて、正直自分の未熟さを徹底的に思い知らされたよ。そういきなり首相になりやがって。ついていけないのははっきり言って悔しい。どうか姉さんのことをよろしく頼む。この光はウートカルバリーフェイス。これはソウルデバイスか。じゃあユウキ君も的確さ。土、そして意志のもとに自在に操れる霊。ソウルデバイス的確者だってありえなさすぎる。なんで扱い方までわかるんだって。ば、いつの間にかゲートってのも見えてるし。でどうする。お前がその気なら全力でフォローしてやるぜ。一緒にお姉さんを助けよう。ああよろしく頼む。勝手に決めて。まあいいでしょう。今更二人も三人も変わらない。行くわよ。準備はいいわね。はい。
するよ。動けるだろうか。まあ運動はできないんじゃなくてしないだけだから、ね、調子上がってきたみたいだね。あ、宝箱だ。いいものを手に入れたな。お、オッケー。
今の終わった。ガチすぎるぞ。ダメだよ。どうやら仕掛けも一筋縄じゃなさそうです。まだあるかもしれねえ。二人とも慎重に行くぞ。交代する。これで先に進めるな。任せろ。僕のターンかな。いいものを手に入れたな。行くよ。後悔するぜ。マキシマム。チェンジするよ。フォース。やったね、ユウキくん。はい、それ。はい、とどめだよ。いいものを手に入れたな。ぬるゲーだったね。
強大な気配。こいつが神様アプリを侵食してたっつーけ。文字通りのバグってわけか。笑えないジョークだね。この声は、あの中に彼女の精神が囚われているのね。だいぶ弱っているみてえだ。早く助けないとヤバ。待ってろ姉さん、僕が絶対に助ける。やっやっそれやっやっえいそれえい。サポートよろしく。やっそれやっレディア。
もう大丈夫みたいだな。本当に怒りの反応も消えた。これにて任務完了ね。やれやれ、どうなることかと思ったが、神様アプリについてもなんとかケリがつきそうだな。篠宮君のアフターケアが良かったと言うべきでしょうね。サーバーにあった神様の言う通りのシステムはあの場で完全に消去された。その上ユーザーの端末全てからアプリを消してしまったなんてね。ダウンロード履歴を利用した自動ハッキングツールだったか。たく、集団を選ばねえにも程があるっつう。ま、結果オーライということにしましょう。今後の被害の可能性も消えて事件は完全に解決したんだもの。しかし今回の事件はさすがにとんでもなかったな。まさかネット上のアプリをあんな風に暴走させるとは。やれやれ、異界ってのはつくづく計り知れねえぜ。そう、未だ星の数ほど多くの謎が残されているわ。明らかになっていることなんて私たちですらほんの一握り。あなたもせいぜい気をつけなさい。えいえい、たく、この秘密主義が。コン先輩、アスカ先輩。よう、ソラ、どうした？すみません、急いでお伝えしたいことがあって。教室にいなかったからつい探し回っちゃいました。なんだか嬉しそうにしているわね。こんにちは。篠宮、お前投稿してきたのか。やだな、何を驚いてるのさ。平日にきちんと投稿する、学生として自然な姿じゃない。あのな、私も本当に驚いちゃって。これからはちゃんと投稿することにしたの？まあね、あんたらみたいなのがいるなら学園も面白そうだって思ってね。そうか。それと今後異界関係で何かあったら手伝ってあげるよ。僕みたいな天才的な頭脳を持つブレーンは必要だろうしね。ったく、お前全然懲りてないだろ。改めてよろしくね。参ったわね、ネメシスの人間である私が悪くない。